お待たせ。じゃあ行こっか。また誘ってよ。続いて気象情報です。今日は終日あいにくの雨となりました。この影響で稲橋方面では今夜半から明日にかけ、濃い霧が予想されています。これ見てみ、生ためのこと載ってるの。ついに終わったんだな。本当にようやくだよね。なんか今朝やけに霧が濃くない？それになんか今日寒っ。11月でこんなに冷え込むなんて珍しいよね。あれ、君たちちょうどよかった。ついさっき病院から連絡があったね。今日から奈々子ちゃんの面会 OK って。少し良くなったんだ。よかった。あれ、その新聞。あ、そっか、そっちはもう知ってるんだ。一応意識は回復したけど、何とも言えないんだよね。まだちょっと錯乱してるみたいなんだけど、少しずつ話を聞いてるところだよ。これはまだ内緒なんだけど、君たちにならいいかな。見つかった日記には山野アナや小西さんについての記述もあってね。
どうも生ためのやつ、小西さんに言い寄ってたっぽいんだな。あの野郎。あ、それじゃあ僕はこれから病院行くから。堂島さんもなんとか動けるようになったし、事件のことでいろいろ話さなきゃ。花村。悪い、大丈夫だ。生ための野郎はもう捕まえたんだ。これ以上は手も出せないだろう。それより放課後みんなで七子ちゃんのお見舞い行こうぜ。もち、学校行ったらみんなにも報告しなきゃね。七子、見ろ。みんなお前の見舞いに来てくれたぞ。お兄ちゃん。堂島さん。もう今日だけで何度目ですか。娘さん心配なのは分かりますけど、あなただってまだ絶対安静なんですよ。すまん。あの、そんなにひどいんですか。まあ、傷口が塞がったばかりだからな。骨もかなりいってるそうだ。すいません、すぐ僕が押して病室戻れますから。なんでお前が頭下げてんだ。もうすぐ検診ですから、それまでには戻ってくださいよ。今のところ状態は安定しています。ただ医者が言うべき言葉じゃないんですが、相変わらず原因がつかめません。そのため対症療法的なことしか施せないというのが現状です。危険な状態からは抜けたんですか。意識は回復してくれましたが、まだ安心はできませんね。しばらくは様子を見てみないことには何とも。足立、生ための件はどうなってる。意識が戻ったって言ってもまだろくに話せる状態じゃないですからね。一日にできる聴取の時間も限られてますし、依然回復待ちってとこです。そうか、俺も一日も早く仕事に戻らないとな。その頃には七子も退院できてるといいが。ああ、でも七子ちゃんはここの方が静かに休めると思いますよ。外は霧がすごいし、なんだか変な噂も広まってるし、この町の霧、どうも発生の原因が不明らしいですからね。確かに、霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる方増えてますね。そんなこと、普通はありえないんですが。絶対に影響がないとは言い切れない。確か、少なくとも人々が不安になっているという点で精神面への影響はあるでしょうね。霧自体の成分といった話は専門から外れるので憶測ですが、それよりも
この霧のせいで医療関係の車の便に影響が出ていることの方が問題で。霧のせいで体調不良だ？バカバカしい。それこそ霞を食うような話だ。ほんと変な天気よね。こんなに続くなんてね。こんなの今までなかったわよね。何なのかしら、気味悪いわよね。何でも知り合いの子がね、霧で気分悪くなって倒れたらしいのよ。ほら、子供って敏感じゃない。私が聞いたのはね、おじいさんが霧の中を運転してたら事故を起こしちゃったんですって。それっておかしくなっちゃって、無事故無違反だったらしいから、おかしいわよね。怖いわ。体に有害っていう専門家もいるんですって。本当かしらね。やっぱりほら、地球温暖化の影響なのかしらね。この町も昔と随分変わっちゃったじゃない。政治で何とかしてもらわないとね。そうよね、税金払ってるんだから国が何とかしてくれないと困るわよね。これは毒ガスだ。ウイルスの霧だ。この霧を吸うな。死ぬぞ。最近ああいうのたまに見かけるわよね。いくらなんでも毒ガスなんて。まさかね。あら、奥さんどうしたの？やだ、なんだかちょっと気分が。まさか、いやだわ。そうだ、買い物行かないと。それじゃ。本当に暇だね。残念。先輩にあげる。おやすみ先輩。
はい。なんだか遠い昔みたいです。得るものがたくさんある忘れられない事件だった。楽しかったな。あなた、ええ、僕もです。あなたと一緒だから余計にそうでした。それで、今日は渡したいものがあって、僕が、作ったんです。これ、受け取ってください。こんな工作、久しぶりにしましたよ。実家に戻ってからなら、カメラと通信機能くらいはつけられたんですが。あ、でも光るんです。僕のもお揃いで作っちゃいました。これで先輩は、僕の助手ですね。やった！僕、本当に本気ですからね。僕はいつしか探偵が重荷になってた。探偵の僕にしか意味がないと思ったから。でもあなたや皆さんが、男でも大人でもない僕にいる意味を与えてくれた。だから僕は探偵の、子供の、女の、そういう僕である前に、一人の自分として自分と向き合えたんです。僕は皆さんといて日々変わっている。それが前は怖かった。でも皆さんと、あなたと一緒なら、僕は僕なんだって胸を張って生きていける。僕の中にこんな可能性があったんですね。僕はずっと見るべきものを見ていなかった。僕を思ってくれる人たちと僕自身をです。あなたと一緒だと怖いものなんてない気がします。
さて、それ探偵になるには覚えてもらうことがたくさんありますからね。僕もまだまだ頑張らなくちゃ。かっこいい女探偵目指して。それじゃあすぐに役立ちそうな尾行の仕方から。これ、もらって。じゃあ、またね。
あのね、あげる。おやすみ。
先輩。うっす。
残念。先輩にあげる。おやすみ、先輩。しよっかな。っていうか、うちもこういうのやろうかな。ガンモグシとかいけそうじゃない？はんぺんコロッケとかどう？お、リセちゃんじゃないか。町の助役さんでしたっけ。こんにちは。いやいや、聞いたよ、今度の撮影の話。おや、聞いてない。カナミンだよ、カナミン。ましたカナミちゃん、すぐ近くで映画のロケするんだろ。この町にも寄ってってくれるといいんだが。そうだ、リセちゃんからも頼んでみてくれんかい。カナミンっていうか関係ないし。けど待てよ、何人くらいで来るんだ。あの辺は小ぶりの民宿しかないはず。もしかしたら天城屋さんに来てくれるかもな。よし、さっきのマネージャーって人に言っておかなきゃな。
ああ、リセちゃん、よかった会えて。井上さん、今日は何の用？いや、ロケ地の下見で近くまで来たから会えればと思ってね。答えを聞きたかったんだ。もう一度、君の口からちゃんと。本当に復帰は未定のままでいいんだね。私、戻らない。そうか、うん、わかった。これで僕も新しい仕事に専念できる。僕は今は真下かなみの担当なんだ。ほら、映画の話あっただろ。君の後任かなみに決まったんだ。僕らはかなみを売る。きっと君と同等、いやそれ以上にかなみの人気は高くなるだろうね。そう。でもかなみは普通の子だ。それでも売れるように僕らは作る。君には光があった。飲み込みの速さ、空気を読む力、時には強く時には弱く見える繊細な笑顔、何より年離れした演技力。他の子がどんなに望んでもいけない高みへ、君はいけたはずだ。僕のおこがましい押し付けだけどね。だからせめて君自身の口から今の答えを聞きたかった。じゃあとにかく元気で、体には気をつけてね。何よ、卑怯じゃん。答え言わせた後にさ、そんな言葉現役ん時一度も聞いたことないっつうの。演技力そんなのあるに決まってんじゃん。何よ、今さらいろんなこと言って遅いっつうの。意味わかんない。悲しいことなんか何もないのに、悲しいことなんか。先輩、私泣いてる自分よくわからないよ。ダメだよ、明日目が腫れちゃうな、きっと。私なくしちゃった。なんかわかんないけど全部なくしちゃった。怖くて寂しくて。何これ。先輩お願い、ここにいて、私のそばにいて。先輩。私には先輩がいる、みんながいる。何もなくしてなんかない。私を必要としてくれる人がちゃんといるよね。ぐちゃぐちゃで、もっとね、よく考えてみる。自分の
今の気持ち、もう何もなくしたくないから。またね、先輩。あれ？よっしゃ！これお前にやるよ。おやすみー。